幸せな本当に人生やったと思います。住田湯の芸と情を後世に語り継いでいただければと思います。もう息してはってもいいからいててほしかったですね。あかんやろって言われるだけでもあかんねやって思いますから、そういう人が一人減り二人減り、米朝首相もいなくなり住田首相もいなくなり、もうどうしましょうって感じですよね。まあ甘えてちゃいけないんですけどね。だけどやっぱりそういう偉大な人が見て、私らまだまだひよこですからね、それをこう違うって言ってくださる方がまた一人いなくなったと思うと非常に寂しいし、まあ、もちろん文楽の人は全員そう思ってると思いますからね。